ね。はい、さあ続きましてよろしいでしょうかね。はい、プレイステーション4用のゲームソフトでございます、ザ・ラスト・オブ・アス・パート2。はい、これが発売されてラスアス2がトレンドに入りましたね。はい、これはですね2020年に発売されました、優れたゲームを表彰します、ザ・ゲームアワード2020という、毎年恒例の年末のゲームイベントでゲームオブザイヤーをはじめですね、なんと合計7つの賞を受賞した、今年を代表する作品の一つでございます。何だったの？はい、こちらはね、同イベントではですね、ストーリーを評価する賞もございまして、これも受賞していますので、結構ねこれ発売当初から尖ったストーリー内容で話題となっていたというね。はい、そんな関連ツイートもございます。こちらです。はい、ラスアス2は、内容が重すぎてもう遊ばない、動画を上げないという方まで出てきてるみたいだけど、ゲームという創作物でそこまで人の感情を揺さぶれるのは、すごいことだと自分は感じる、映画や漫画でも、そうした作品はあるけど、受け手にそこまで何か刺さるものを与えられたら勝ちですよもうっていうね。はい、だから非常にこれは評価したね内容のツイートなんですけどね。すごいちゃんとしたツイート、ちゃんとしたツイートも紹介するんですね。そうです、そうです、もちろんそうですよ。はい、ちなみにこのラスアス2プレイされたことある方いらっしゃいますか？いや、僕はあるけど、林さんも林先生だって。いつですか、いつですか。今だしやったことないですか？これやったことないですか？これやりました。やりました、やりました。その内容が重いというのは何が重い？復讐の物語、もうすごい人間の負の感情を思う全開で進んでいくようなストーリーなんです。